12月27日日曜日朝7時10分のホームポイントは北昇が背後から吹いてきますね。しっかり吹いてます。海には綺麗な筋のようなうねりが入りますが、インサイドブレイクですね。まあでもしっかりとしたうねりは入ってますね。朝焼けが今めちゃくちゃ綺麗です。ホームポイントの右もそれほど強くありませんが、オフショアが背後から吹いています。海には今筋のようなうねりがショアブレイクしました。セット感覚あるので今はほぼフラットですね。気温は5度ぐらいしかないですね。オフショアがとても冷たく感じます。綺麗なインサイドブレイクですね。海には良質なうねりが、左側はインサイドブレイク、右側はショアブレイクですね。Thank you.